はい、どうも皆さんこんにちは、サイテイマンです。今日もですね、Tears of the Kingdom やっていきたいと思います。ですね、徐々にですね、前回、コロナ感染がありましたところからですね、声も元に戻りつつありまして、で、咳の方がね、まだ若干出るんですけれども、徐々に回復してきております。ご心配いただいた方、本当にありがとうございます。で、ライブ配信の方もね、徐々に、再開しておりますので、ぜひぜひまた遊びに来ていただいたらと思います。で、今回はですね、ちょっと息抜き程度も兼ねてですね、全く手をつけていなかったミニチャレンジの方をやっていこうかなと思っております。ミニチャレンジの方も進めていかないといけないので、今同時進行で進めないといけないのがミニチャレンジと、あとは祠ですね。で、装備集めの方が順調に進んでいるというところなんで、今日はちょっとミニチャレンジの方をやろうかなというところで、で、リスナーさんからですね、すごいものをいただきました。今ちょっと画像を出しているかなと思うんですけれども、これね、ミニチャレンジの場所が載っている画像なんですよ。なので、もう最初からもう全く関係ないところのミニチャレンジをこう探して回るのがね、あまりにも効率が悪いので、ミニチャレンジの場所を把握するんだけど内容がわからないようになっている画像なんですね。ということで、ここから順番にですね、回っていこうかなと思います。で、まあ、このゲームですね、まあ、内容的にアイテムを渡すだけのミニチャレンジとかっていうのもあるんですよ。もう動画に載せるにももう、はばかられるような。っていうものはちょっとカットしようかなと。もう、動画自体にしないと。僕は動画を撮る感じで実況しているんだけれども、まあ、ボツっていう感じですね。つまり動画に載っているミニチャレンジは、そこの審査をかいくぐって、そこそこの取れ高があったもの。っていう風にちょっとお考えいただけたらなと思います。ということで、順番にミニチャレンジの方、塔を回っていきつつ、今日はですね、祠の方も、前回見つけたの、前回根のところですね、見つけたのが何個かありますので、謎解きの回っていこうかなと思います。ということで、ミニチャレンジから行ってみましょう。はい、ミニチャレンジ見つけました。っていうか、怪しすぎるだろ、いきなり。来てみたけれども、ダーコン。お、我が輩は我慢の男、ダーコンである。貴様、ここまで来るとはただものではないな。ちなみにですね、今ここ、季節的にね、今僕暑さ軽減の帽子をつけてるんですよ。だからこいつもわけわかんないです。暑いから服脱いでんのか、横に焚き火焚いてるし、だから暑いから脱いでるけれども焚き火をさらに焚くっていう意味不明な、体温調整をしてますね、こいつ。どうだ、このゲルドキャニオンの厳しい環境で我輩と我慢比べをやってみないか。お互いに50ルビーをかけ、勝った者が総取りだ。おー、面白そうじゃん。寒いぞ、我慢比べ。寒いんだ、ほんで。暑いけどね、今。暑さ経験の帽子つけてますけどね、僕。いい返事だ。よし、先に我慢比べの方法を説明しよう。お互いに50ルビーを出し、勝った者が総取りの真剣勝負だ。我慢比べ体力を保てみたいなこと？勝負は明日の夕刻より明け方にかけてそこの柱の上で行う。柱の上？はい。柱って今、杭みたいなのあったと思う、岩もあるけど、どっちの柱なのこれ。厳しい寒さを長時間耐えられるかの勝負だ。途中地面に足をついて体力がわずかとなり、我が輩が命に関わると判断したら即負けとなる。こっちは判断しねえぞ、お前の命に関わるってなっても。止められねえよ、俺。こいつ死にかけてても俺止められないよ。服で寒さをしのがれては興ざめだ。服は脱いで行うものとする。それ以外何をやってもよいぞ。大丈夫です。体力回復してもいいんでしょ、別に。いい度胸だ。胸が高鳴ってきたぞ。体力を削る我慢、過酷な我慢比べになる。準備をしてこい。準備を渡りつでも上がる。俺の体力を見て驚けよ。この体力に勝てるか、一般の人間が。まあ、一応回復しますよ。一応ね。ビビってはないですけど、こんなやつら。まあ、こんな体力もいらないだろ。もうこれでいいだろ。なんなら。いいぞ。ほぉ？では、50ルピーを預かろう。どこの柱を言ってんのかな？この緑の杭を言ってんのか、これ。明日の夕刻、太陽が沈む頃に始めようではないか。オッケー。面白そうなミニチャレンジに出会わせてくれて、とりあえずありがとうと言いたい。西の地平に太陽が沈む。それまでこのおっさんと談笑してたんかな。明朝、再び太陽が東の地平に昇るまで寒さをしのげるか我慢比べだ。それでは。
かいし。確かに寒いね。しのげってことね、これ、ね。で、降りちゃダメなんでしょ。勝つのは我が輩だ。で、これ、落としに行くのはダメだよね、パラセルで飛んでて。ちょっと火に近い、あいつ有利だろ、ほんで。あれ、この食い何なんだろう。関係ないのか、別に。とりあえずしのいでみますね。食い何本かあるけど。おお、寒さ我慢してる。こういう表情はあんま出さない方がいいぞ。こいつ全然無事じゃん。命に関わったら俺止められないけどね。どうなっていくんでしょうか。まあ、このままちょっと様子見たいと思います。きつくなってんじゃないか、大丈夫か。言えよ、もう弱音吐けよ。やばくなったら。俺はなんとかなるぞ、別に死んでも。コンティニューすりゃいいけど。一般人にしては耐えるな。おーっと、まだまだやる気じゃねえか、じじい。あやつ、なかなかやりおるに変わりました。これさ、ゼルダ姫とかさ、プルアとかが見たらこれどう思うんだよ、これ。リンク、こんなことのために体力削って、命燃やしてよ。親父ちょっと表情変わってきたんじゃないか。まだいけそうだね、でもね、こいつ。お、まずい。震えてきよったに変わりましたね、セリフが。セリフが変わりました。震えた方がいいんですよ。人間が震えるっていうのは、体温を、寒さを防ごうとしているから震えてるんですよ。震えは我慢しない方がいいんですよ。おい、じじい、震えた方がいいぞ。そんな50ルピートが欲しいわけではないけども、俺は。お前程度に負けたくないというだけだ。震え出しました。やっと半分間に変わって震え出しました。限界が来ております、じじい。もう無理だろ。諦めろ。俺はまだいける。俺はまだいけるぞ。まずい、食うわ。飯食うわ。さすがに食べます。よく食わずにしのいだね。俺体力全開で挑んでないけど。もう来てんな。終わりだな。じじい。はい、ダメでした、じいさん。くそ、我が輩のわけだ。もう無理です。風邪ひいたわ。こいつ間違いなく。寒さに弱かった。まさか我が輩が負けるとは貴様の実力を認めよう。まだいけるじゃん。貴様、もう歩けない。低体温症になってるってはずだよ。あんな限界まで行ったら。貴様のそれだ。これを受け取れ。グルーピー。まあこれ我慢して、時間めちゃくちゃ、時間効率的には悪いけど、一応これ安定してルピーは稼げるよってことだろうね、これ。しかしこれで終わったわけではないぞ。我が輩の真の我慢は灼熱の暑さにこそ発揮される。暑い方が得意ってことか、お前。炎天下での我慢比べをやろうではないか。勝ち逃げのような我はする前に待っておる。暑さやろうってことね、次。ちょっと待て、体力、同じことやるってことだね。まあ、多分全開で挑めば勝てると思うんで、ちょっと待って。どうだ、このゲル厳しい環境、我が輩と我慢比べをやってる。ちょっと待って。体力回復させてくれ。はい、じゃあ体力回復してから、暑さバージョンもやりますかね。はい、行きますか。今度はマックスで行きます。今度もまあ勝てると思うんで、今度はもうほぼほぼ全カットでいいかな。ウル、明日の昼から行うこととお互いに150ルピー。150ももらえますね。体力を削る過酷な我慢比べに準備をしてこいと。OK です。もう絶対このマックストリュフも食ってるんで、負けないでしょうね。これで負けるんであれば、まあ負けるってことはないんだけど、料理途中で食えるから、負けるんであれば、もうちょっと体力を増やしてから来ないといけないってことか。大したもんだよ、じじい。暑さが登り始めてきたぞと。これも同じことですね。寒さではなく次は暑さをやろうと。はい、じゃあまた放置して。てかまあ、全カットします。はいと、勝ちました。かなり粘ったね、今回も。ずーっと放置してましたわ。まあ、絶対負けることないから、体力的に。
特に画面も見ずに放置してました。まさか我が家も貴様の実力を認めよう。貴様の装備はこれを。時間効率的にこれ何度も挑めるんだったら、割といい方なのかな。放置してるだけで150ルピーもらえていくってことですよね。ひとまず北の果てまで行ってみるか。我が家は修行の旅に出る。ではさらば。あ、旅に出ちゃうか。もう挑めないのね。一回限りだけど、ルピーが若干稼げましたよと。200ルピー稼げましたよということですね。はい。我慢比べ攻略できました。割と面白いおっさんでしたね。ということで、また探してみて。見てたの待ってたのお前ら。いいかな。待ってたのかな何やってんのかなと思いながら。あ、俺の出番だっつって出てきたのかな、今。はい。ということで、別のイベントですね。探していきます。はい。ウオトリーの方でですね、イベントがあんまり進んでなかったみたいなんで、まとめてやっていきますか。その姿、裸一貫で頑張るってことかしら。いや、違うんだ。さっき、ようわからんイベントやらされたんだ。今ちょうど村長と新しいウオトリー名物を作れないかって話をしてたところなの。パーッとみんなが楽しめるような娯楽が欲しいところだわ、いさ。あなた、いろんなところを旅してるんだよ。何かいいアイデアはない？海の上のホテル、水中旅行、水上ラリーじゃない？ファンタスティック、水上ラリーいいんじゃない？海を利用した新しい娯楽、それはいいかもしれん。いや、それしかない。水上ラリーっぽかったよね、なんかね。確かエノキナのとこでラリーのプロを呼んで新しい乗り物開発をしてるって言ったわね。そこと連携できれば。エノキダさんというと北東の悪化、なんかね、エノキダの方で言ってたやついたね、水上ラリーがどうだとか。近村さんところの開発が終わったらぜひともお招きしたいものだ。そんなプロの方々がうちなんかに来てくれるだろうかと。ウオトリーリゾート計画というのが始まりました。市から村にいるその道のプロをウオトリー村に招待できないだろうか。市から村にね、いたんですよ、そういえば。ラリーのやつが。ということで、まあ呼んでいきますかね、市からの方から。確かでもラリーってたこの辺りだったよね、その道のプロっていうと。これだ。あとあの時のあなた、絶対来てくれると思ってました。こっちのイベントとなんか併用させたいけど、こっちは独自にイベントが進むんですよね。えのきだ工務店さんに支店運上だった。あの水上ラリーのプロってこいつらだと思うんですよ。あなたが操縦庫を見つけてくれたおかげで念願だった一からラリー計画に進めそう。本当に助かったわ。パフューにテストドライバーやってもらってコースの設計を何度も何度も。こちらは独自のね、世界観でやってるんだけど、水上リレーの方と結びついてくれるかどうかだよな。操縦庫は専用のを使ってもらう必要がある。もちろん車体は好きなのを選んでもらって構わないわ。いや、そうじゃないんだよな。パフューと勝負するってのはどうだい。こっちを進めないと、もしかしたら市から村のリゾート計画の方進まないのかもしれないですね。確かパフューさんの記録はジャスト2分でしたね。パフューさんの記録に挑戦してみない？ルールを教えて。制限時間はパフューさんの最高記録であるジャスト2分。それまで全ての光に触れてここに戻ってくることができれば勝利と。あ、じゃあやりますか。ミニチャレンジやりましょう。こういうミニチャレンジがあるっていうのもゼルダのあれだよね。面白いとこですよね。今までのムシュラとか時のオカリナにもちょくちょくミニチャレンジいっぱいありましたけど、ピアキンもオープンワールドになって、まあ、そういうのふんだんに盛り込んでますよね。この辺りにはゾナウギアや建材は遠慮なく使っていいわよと。準備が、ああもうこっちで進めてるもんな。俺がやりたいのウオトリーリゾート計画じゃん。市から村にいてその道のプロをウオトリーに招待できないでしょうかって言ってるんですけど、その道のプロって多分こいつらじゃないですか。別のイベントが進んでるよな。まあまあいいか。じゃあ行くわ。ラリンスは車体の用意ができたらこちらがその操縦桿をセットしてね。車体は俺が用意すんのかい。別にどんな車体でもいいぞ。車体のあのベースをくれよ。何でも勝てるわ。余裕です。こんな適当なもんでもいいよ。さすがにこれとは結びつけられんけど。車体何でもいい。この、これいらないから、これ外してくれ。これってこれタイヤなのか。あ、じゃあ別にこれでもいいのか。
あーこの、あでもでもこの大きなタイヤでいいよな。こっちの方が絶対操作しやすいから。できました。もうこんなどうでもいい適当に作ったような車体でも勝てますよ。準備はバッチリ、もちろん一発でクリアします。俺は数々難しいミニチャレンジをミニゲームゼルダシリーズでやってきましたので任せてください。2分でしょ、余裕っす。こんななんかあのね幼稚園児とかでも遊ぶようなね、こんなあれをこの30アラフォーに近づこうとしている俺がクリアできないわけがない。スタート地点まで戻、あ全部触れてスタート地点に戻ってきて2分ね。一度逃げた走順から手を離したりコースが外れたら失格よ。それでは位置について。なんか後付けでつけんのよルールを。後から言うのよね今ルールね。そのコースから外れたら失格よ、聞いてなかったって今。スピードがね思いのが出ないんだわ。大ボラこいてるからさ、幼稚園児でもやるとか。これいける、2分、間に合うか。えこれ間に合うか、ちょっともお待ちを。間に合うかこれ。 OK 余裕です。なんだ指出せやがって、カットするとこだった。ミスったカットしてました、すいません。もう僕ちょっと正直に言います、ミスったらカットして初見プレイですみたいな感じでもう一回やってました。大ボラこい、もしくは大ボラこいたところカットしてました。幼稚園児がどうとか言ったところ、それちょっともう正直に言います、どっちかカットしてたと思います、多分恥ずかしいから。ありがとうございます。総順号のサーバー来たです。これでリゾート計画ちょっと進ませてくれ。まあ、いやそんなねカット編集でなんかインチキ食われるようなそんなことはしませんよ。テイク2って多分左上に出してたと思いますんで、実はテイク2でしたみたいな後から僕が言うとかねしてたと思いますんで。はい、ラリークリアしたからこれで相談に乗ってくれるでしょ。運営費がちょっと厳しくて、今後らにはエントリー料として1回10ルピーをいただくことになりました。あそうなのね。まあ俺もうやらないからいいよ別にこれ。いや違うんだよ、リゾート計画の方を何とかしてほしいんだよね。そんなハレンチの姿でパフィーに話しかけんじゃないよ。お前これはもうみんな言うけど、ようわからんミニゲームさせられたんだよ知らんおっさんに。じゃこれでいいわ、これで話しかけるわ。サバサバ今日も何かと疲れた、いいものを見せてもらった。お前のテクニックは本当に学ぶこと、供給しちゃったコース。こいつら独自に言ってんな。相談したいことがこれだね。私抜きで勝手に話を進めるんじゃないよ。これがリゾート計画の方のやつですね、ようやく。 OK。 しかし海の上となると厄介だね。ラリーのような遊びは難しいだろうし。うん、それは違うぞジャボンヌ。道なき道を行く、そう海の上だからこそ広がるんだ、ラリーの新たな可能性が。俺そこまで熱持ってないんだけどな、俺このラリーに火がついたようだね。そうなると弱ったね。私たちが作業所がいなくなったらシータも困るだろうし、基本データは取れてますので大丈夫ですよと。ぜひお手伝いに行ってください。 OK。 水上ラリーも、水上ラリーもやり方一緒だよね、船の操作みたいなだけだから。ここにあるゾナウギアや建材も持って行ってくださいねと。OK。じゃあこれで、ウォトリーの方も解決ですね。ダブルでイベントを解決させていく。威勢よく送り出しちゃいいけど、実はデータはまだまだ欲しいところ。こっちはまだ進めんのかな、イベント。はい、ということで、リゾートの方進めそうなんで、次は、ウォトリーの方ですね、戻ります。いました、探しましたわ、こんな遠くまで。海の上をそのように使うとは面白そうじゃない。腕が鳴るわ。私らに任せておくから何の問題もないよ。ツインローバーと同じ笑い方したんだよな今あの奥のやつ。これはこれは救世主様、お二人を呼んできてくれたそうで、二人が来てくれたら計画が一気に進みそうだわ。俺がその水上ラリーとやらを遊ぶかどうかは別としてね、村の代表として改めて礼を言わせてもらう。使用料無料だわいさ、いつでも遊びに来てくれ。ここで水上ラリーができるのね。桜田仕立ての粋なコース、一回じゃあ遊びます、一回遊んでみます。俺あんまりこの操作得意じゃないんだけど、
一回どんな感じなのか遊んでみましょうか。どうせ作ったので。はーい。海の家魅惑のアトラクション、いろんな子を遊んだ。コースに挑戦してる。今回はポイントスピード競うんじゃなくてコースに挑むんだ。船体を作るところからよ。自由に使っていいから、あなた好みの素敵なマシーン作ってちょうだい。それが面倒なんだよな。マシーンができたら水に浮かべておいてね。それが面倒だからちょっと億劫なんだよ。専用の操縦棍をつけるといいわよと。はい、じゃあ適当にちゃちゃっと作ります。いやもうこれめんどくせえめんどくせえとか言っちゃよくないよね。もうこれでいいじゃん。もう丸々別にこれ別にタイヤとかつけなくていいんでしょ。別にだとこれでいいじゃん。これそのまま浮かべればいい。これそのまま浮かべるわ。これつければいい。これでいいじゃん。何か問題でも。これ何か問題でも。うんうん。ああ。上級者コースいきます。うん、俺はあまり舐めるなよと。いきなりもう上級者コースからいきますよ、直で。さっきみたいなボロ船で。攻略してやりますわ。こんなもん幼稚園児がやるような。ダメだダメだ、またフラグになってしまう。ルールの説明しちゃうべ。上級者コースの制限時間は2分30秒。全ての光に触れてゲートまで戻ってこれたらと。てかそもそも沈まないかな俺のこの乗ってる船。非常に握った操縦棍が手を離したコースから外れたらダメよと。じゃあ行きます。もう大丈夫だろ、余裕だろ、なめんなよと。ちょっとルートがね、わかりにくいね。中央まず触れよう。あのね、操作、すごくしにくいです。あの、前にかがむとね、沈むんだわ。スピードも出ていない。あの奥行きますが、次。まず、あーもうこんな感じになるんだよね、前行くと。それはそうだ、扇風機が1個しかついてないからな。行けてしまう。ありがとうございます。そんな難しくなかった。操作性もそんなに悪くなかったです、まあ、ただ前方にかがみすぎるとちょっと沈むから、そこだけちょっと難しかったけど、それは俺のマシンが悪かっただけで。スピアバッテリー手に入れました。まあこんな感じなんだろうな、多分全部のその中級車とか初級車とかも光の数が消えているだけで、まあいろんなものはもらえますよということですね。はい、リゾート計画一つ進みました。でまだイベントこの村に出てたんで、あと何個かやって、祠の方に移動しようかなと思います。はい、イベントこの子ですね。沈んじゃったのかなって言ってた。お家を直してくれてお兄ちゃん。家が壊れている間おいらたちテントで過ごしてたんだね。テントの中も秘密基地みたいで楽しかったけど、やっぱり村が一番さ。みんなお兄ちゃんのこと救世主様だって言ってるよ。村を元通りしてくれてありがとう。たまじさん、お兄ちゃんと遊んであげたいけど。はい、うん、お兄ちゃんと遊んであげたい、ん、え、まあまあいい、いいけど。先に父ちゃんの青いシャツを探さないと。青いシャツ、父ちゃんの宝物さね。大事なものだから鉄の宝箱に入れて大切にしまってあったのに、どこを探しても見当たらなくて。リンクってあの歴代シリーズでさ、子供におちょくられるっていうあれありますよね。あの風のタクトしかり、多分海賊に海に沈められちゃったさね。もしそうなら重いものだし、この湾の中からは出てこないはずだと思って探してるわ。青いシャツがないってこと？父ちゃん平気な顔してるけどきっと悲しい。早く見つけてあげないと。鉄の箱に沈んでんの？鉄の箱を宝箱を探している気だね。海賊が来た時に海に沈められてしまったに違いない。湾の中を一生懸命探している。このどれかというんですか。ただこれはあんまり奥行くと、まあ、これではないとは思うが、まあ、順番に開けていきましょう。青いシャツっていうのがあるんだね。青ルピー、もう狙ってるだろこれ。よりによって青ルピーを置いてるで。青いシャツとあの奥のやつですね。
ちょっと入手難しいんですが、この板流して回収しに行きますか。届いた。ギリギリこの板等を使って届かせました。あとは奥まで、岸までギリギリ置いてでですね、おそらくこれでしょう。あ、青いエビシャツ。あ、俺がもらっていいのかなこれ。南のシナに伝わる柔らかな着心地のシャツ、風通しのいい生地で作られており、暑い地方で着るのに適している。あ、いいじゃん。これ返さないとダメだね、さすがに。あ、え、じゃあ少年に返してあげるか。こいつはくつろいでんのかい。お兄ちゃんが父ちゃんの匂いが、もしかして父ちゃんの青いシャツ持ってる。どんなに強い匂いなんだよ。この色に、近くにあの父ちゃんいるじゃん。その匂いかもしれないじゃん。この色にこの鼻の奥にまとわりつく独特な匂い、間違いない。父ちゃんの青いシャツ。早速父ちゃんに見せるわいさ。おーい、青いシャツね。父ちゃんの青いシャツ、このお兄ちゃんが見つけてくれたんだ。わー、父ちゃんの匂いする。あんまりいい表現ではないな。お前たち海で遊んでるのかと思ってたが、これを探してくれたのか。ありがとう。てか俺青いシャツ失ったんだけど、裏のことだけじゃなくワイのシャツまで探してもらって。この青いシャツはわしが若い時によく着てたやつ。でも今母ちゃんからもらった服があるし、もうわしは着ることもない。あ、なんと装備品がもらいました。厚さガード、厚さガードのボディって俺持ってなかったんじゃなかったかな。なんとこんなところで普通に装備品が増えました。オッケーオッケーオッケー、ありがとう。でも心配してくれてありがとう。まだまだ子供だとこんなに立派になってくれて。よし、まさかの装備品ゲットと父ちゃんの青いシャツ。はい、ということで、じゃああとは祠行きますかね。何本か祠を取っていこうかなと思います。はい、祠見つけました。ここの祠はですね、根があったけど上の祠出てなかったところですね。やっていきましょう。ただここ馬江戸の近くの祠なんだけど、攻略してなかったんですね。まあ、そんなことあるんだな。馬江戸の近くは絶対祠あるから攻略済みになるはずなんだけど、まあまあまあ忘れてたってことで、今回やっていきましょう。まあ、根から見つければね、かなり祠をね見つけやすいんで、これかなりありがたいですね。落下と上昇やっていきたいと思います。これはかなりメーカーの側のあれですね、優しさでしょうね。根の上に祠があるみたいな。落下と上昇ですね。あ、スイッチを押すと上まで上がるってことか。でも押すと乗れないよってこと。あ、わかりました。戻れ子だ。こうですね。はい、どうもありがとうございます。戻れ子ですね。戻れ子を使えばもう大体のことは可能になります。あ、ここも戻れ子だ。これも戻れ子で、これとかあるな。これである程度まで届かないですね。上まで行ってジャンプで戻る子解除で降りてくるんで、もう一発戻る子ですね。なんか戻り子がコンセプトにした多分祠なのかなっぽいですね。戻り子コンセプトの祠っぽいですね。なんかブレス・オブ・ザ・ワイルドって割とここの祠はこれがコンセプトだみたいな、はっきりしてることが多かったんですけど、ティアキンはね、そういうのがあんまりないんで、まあ、たまにはこういうのもありですね。わ、押し上げか。押し上げ。ブロック出てるんで、これを、あの奥からだったら届かないんですよ。多分。あの奥から押し上げたら届かないから、ここの上から落下。落下させて押し上げる。でここから戻れ子で上に持ち上げて、上がってるうちにここにいて解除ですね。 OK です。
はい、行けました。ありがとうございます。はい、じゃあ次の方が行きます。はい、祠発見しました。ユンオロクの祠ですね。なんか洞窟があったんで進んできたら祠がありました。多分祝福かなと思います。なんかね、今作洞窟の中に祠があって、それが祝福になっていることがすごい多いんですよ。なので洞窟探索と祝福を、祠攻略を同時に進められるなっていうところはありますね。これも祝福、祝福じゃない。はい、大と小の選択。祝福じゃないパターンもあるんですね。洞窟の中にある場合は大体祝福であることが多いんですけど、それでカットしてること多いんですが、そういうパターンじゃないのもあるのか。大と小の選択やっていきましょう。これを転がすのか。大と小の選択ってどういうことだろう。まあ、とりあえず小ってことだよね、これで。おーっと、来ましたね。こういうコンセプトか。大小の選択のコンセプトですね。コンセプトはっきりしてんのはね、なんか祠攻略としてまとまりいいんですよね。これが、組み合わせるってことね。これで、こう、なんか肩こりにはめるようなボールの2個みたいなやつで、こうしよう。OK! ベスト。危ねえ。ギリギリ。徐々に難易度上がってくるんでしょうね。大小の選択で転がりをうまい具合に調整しようってことか。次が3つ。大中小。大中小を。とりあえずゴールの、コースを見よう。なるほどね。ちょっとむずいね。次。なんか似たような祠なかったっけ、今まで。ブレワイでやったのかな、なんか似たような祠、攻略したような記憶がありますね、これ。ブレワイであったのか。どうする、大中小。全然想像もつかないわ。どう転がしゃいいんだ。手前すぎると落ちちゃうから、右に重いやつ、台をやると、左に行きすぎちゃうから、左に台を置くのかな。どうだろう。左に台やってみるか。ちょっと斜めにしろとかいう可能性もありますけどね。左に台にしてみる。これでうまい具合にいくか。ちょっと坂になってるから、左に台することによって、もうちょっと左だ。置き方間違ってなかった今。もうちょい左に設置すれば、うまい具合になるか。考え方間違ってなかったね。この置くところを、もうちょい左だ。右に行きすぎたんで、もうちょい左。ギリギリのところでいい。ギリギリを、どう右が落ちちゃうんだよな。ゴリ押しになるけど、これでいいんじゃないの、別に。いいんかい。これでいいんだったらもう何でもありじゃねえかよ。別にボール転がしとか関係なしに行きました。まあ多分やり方としてはあれ転がしてっていうのが正しかったんでしょうね。ただ、普通にこれでいけちゃうわな。お!あれ?あ、これあれだ。ホコラチャレンジの。はい、ホコラチャレンジのやつですね。これちょっと倒しますよ。ホコラチャレンジだ。ガチロックね。こいつ凍らしてくるわ。溶かして、倒しましょう。ちゃちゃっと倒します。ホコラチャレンジのガチロックが持ってるね。本作はね、あれがあるんですよ。炎や火炎の実があるんで、ガチロックだろうが、死んで勝たせます。今ね、洞窟の中に、祝福が結構あるんで、祝福っていうか、祠のラウルの祝福が結構あるんで、洞窟を探してたんですけど、なんとこんなやつに出会えると、祠チャレンジを見つけましたね。この辺りで組み合わせとか。もうこれ縦向きだけどな、このガチロックのシーンは。縦に組み合わせた方がいいんだろうけど。これで発動か。で、じゃあこれ持っていきましょう。なるほどね。こういうのもあるんか。ガチロックに持たせてるみたいな。
イエロックに持たせてみたいなのかね。はい、じゃあとりあえず運んでいくついでに、まあ宣伝ではないんですが、今ですね、ランダマイザーって言ってゼルダの伝説の時のオカリナのですね、アイテム配置がランダムになるっていうのを今遊んでて、まあこの今見てくださってる方はほとんど多分ご存知の方が多いかなと思うんですけど、まあご存知の方がまあもしかしたらいたらのために、ちょっと宣伝の方をさせてもらえると、だいたい夜の8時からですね、ランダマイザーって言って宝箱の中に入ってるアイテムがランダムになってるっていうモードを遊んでるんですね。でこれが結構面白いって言ってくださる方もいて、評判が割と良かったりするんですが、ライブ視聴の方がねあんまり伸びてないんですよ。10人行くか行かないかみたいな、結構かなり少なくて、まあみんなで楽しくできたらなと、まあかなり見てもらえるさえすればね、すごい面白いゲームになってるんで、ぜひ夜の8時、時間が合う方は、見に来てもらえたらなと思います。で、アーカイブの方も残してありますので、まあライブ夜の8時、時間が合わないよとか、まあ時間で見に行くの大変だよっていう方は、ぜひアーカイブも残しておりますので、ぜひ見てもらえると、すごく面白いんで、ボスの位置とかもランダムになってたりとかするんで、子供リンクでファントムガノンと戦ったりとかしてるんでね、ぜひ興味がある方は遊びに来てもらえたらと思います。時のオカリナを知ってた方が面白いかなとは思うんですが、はい、ぜひ遊びに来てもらえたらと思います。まあ僕の中でなんかより良いもの、より興味があるものを探り探り、毎日考えてやっておりますので、何かしら興味があるものがあればぜひぜひ応援の方、ご視聴の方いただけたらなと思います。で今後もまた工夫しながら頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いします。でティアキンなんですが、次回はですねまた装備集めの方に戻りたいなと思います。もう装備の方も、残り個数少なくなってきているので、もうそろそろ闘技場に、来年の闘技場に行けたらなとは思ってるんですが、また次回のパートもですね、お楽しみにということで、今後もいろいろ活動していきますので、ぜひそちらの方も応援いただけたらなと思います。ということで、また次回のパートをお楽しみに。埼玉でした。ありがとうございました。